こんにちは、ロハス TV の時間がやってまいりました。今日はね、ちょっとお客さんおるので恥ずかしいんですけれども、四国水族館に来ました。こんな形で、平日ということで、そんなにたくさんは人はいませんけれども、オープンということで若い方も、ちらほらと見えます。それと横にはですね、このゴールドタワー、かなり昔からあるんですけれども、高いでしょう。本当にこういう形で、遊び場もですね、ちょうど揃ってるような形でなります。それからずっとこうね、まだ私はこの四国水族館には入っておりません。息子とか家族で来ようと思ってて、今日はちょろっと入りたかったんですけれども、今度来ようねって言っている約束をしているので、今日はもう何もなしで、帰りたいと思いますが、こちらですね、お土産売り場がこちらにあります。それで私はこのお土産屋さん売り場でですね、この出国くんっていう出国くん言いにくいですね。これイメージキャラクターらしいんですよ、四国水族館の。でね、子供の、なんかほら頭でっかいサメみたいなのおるでしょ、あれがキャラクターになって出国くんっていうんですけれども、そのボールペンを買いました。はい、それでずずずいとこう行きます。これがお土産売り場ですね。そんな形で行きまして、それで向こうに見えるのがですね、この結婚式場かな。私も1、2度はね、こちらの方にで出席させてもらったことがあります。でずっと行きまして、これがね、なかなかいいのがね、海がすぐ隣にあります。でなんか無料休憩所もなんかあるようですね。こっちからもゴールドタワーを見てみましょう。ほら、なかなかね、香川県にはこんな高いものはないんで、上登るだけでも高いんですけれども、それとこちらがですね、これ記念館があるんかな。ペンギンさんもおりますね。それでちょっと早く歩こう。それね、わらぶき屋根のこれね、塩田、昔はね、こちら宇多津とかね、なんかっていうのは坂出とかは塩の町だったんですよ。で、塩田がありましてね、この湾をちょっと埋め立てまして、それで塩田をしてたというような、そんな歴史があるんですね。今はもう塩っていうのはなかなかね、作ってないと思うんですけれども、こういった形で、海が見えてきました。それで、ずずずいとね、行きます。ほら、これが塩ですね。どういう風に作ってたかというと、こちらが記念会館ですね。それで、ここね、これね、ほら、ここ濃縮台ってあるでしょ。んで、ここで塩をね、こういう風に作ってたんですよね。全部人力でやってたというふうに思います。それで、こちらに行きますと、瀬戸大橋が見えてきました。今日はね、久しぶりに雨が上がってね、なんか風がすごく気持ちがいいんですけれども、こちらが瀬戸内海でございます。それで、ほら、海の音をちょっと聞いてください。ね、
まあ、そんな形でね、あります。まあこういう形で、まあ、子どもたちが遊べるような公園もこの横にあるんですね。ですから、まあ、1日ですねかけて水族館を楽しみ、そしてお昼ご飯を食べ、そしてもしあれだったらゴールドタワーにも登り、そして、遊び場もありますんで、そこで、まあ、子供親子連れだったら子供たちとキャッチボールはできんかな、ちょっと走りまくってっていうような、なんか楽しい、一日を過ごせるんではないかと思います。まあ、もしよかったらね、こんな形で、四国、まあ、一番の水族館と言われてますんで、お越しください。それでは四国水族館のレポートでした。まあ、皆さんがおるんでね、なかなかちょっと声を張り上げるわけにいかなかったんですけれども、こんな感じでございます。以上です。それでは来てね。